皆さんこんにちは、石川高校放送部です。イエーイ。はい、皆さん今日何かちょっと違和感を感じるかもしれないですけど、まあ後に自己紹介で分かると思います。はいはいはい。ということで早速自己紹介いきますか。行くか。こっちから。そっちから。オッケー。ということで、ミキサーと司会担当の平翔と、キャンアイリとキリンと猫の大好きな伊波風馬です。ちょっとおかしい。マジで。あ、はい。この3人でいきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。静まったね。静まったね。まあ、皆さん これで理由はやっと分かると思うんですけど、はい、なんと指田瑞希くんがいません。はい、今日の結構喋ってくれているあの人がいません。あれ、体調不良ですね。で、今回ラジオ休みなんですよ。そうラジオ休みなんですけど、でも自分たちの目の前でいるんだよね。ちょっと休憩してんだよね。休憩っつうか、あのちょっと出れる雰囲気じゃなかったので見学させてもらっています。はい。まあ今日は水木もいないけど、はい、みんなで頑張っていきましょう。はい。はい、ってことで次のコーナー、最初のコーナーいきます。いきますか。はい、いきますよ。せーの。今日は何の日、気になる気になる、今日は何の日のコーナー。イエーイ。はい、今日11月18日、水曜日。はい。何の日でしょうかってことです。はい。そうですね。まずはあれ、いつも通りで、語呂合わせあります。うん、もう一回。語呂合わせってあります。ありますよ。ある。ありますか。うん。あるば、これで。あるあるある。昨日一日中考えて見つかんなかったけど。え？一日中つか2時間、3時間考えて見つかんなかった。11月18日。11月ってさ、はい、結構語呂合わせあると思わない？え、いいだろ。うん、いい夫婦の日とか、例えば あるやん、うん、あるさ。18だばよ。そうですね。いい派の日。違いますね。11ですね。どうですかね。何があるかな、18って。ですね。18。うん。18あるよ。18が問題なんだよな。一派、一派、いい派。いはしく、18。イハ欲しいんだよな。イハ欲しいですか。イハ欲しい。イハチ。いや、二文字。イハじゃないんですね、じゃあ。じゃない。ヒフ。ハチってさ、ハ以外に呼び方があるじゃん。エイト。お？お？入ってるよ。イエイト。なんで？二つしかないさ。二つしかつかないさ。いい家の日。もう一回。いい家の日。正解。はい。やった。8に入ってるっつってたから。はい。ということで、ふまさん、もう一回お願いします。今日は、いい家の日。はい。ということで、日本です。アサツDKの ADK 不動産プロジェクトが住宅市場のさらなる活性化を願い制定。多くの人に自分にとって本当にいい家とは何かを考えてもらうきっかけを作るとともに、住宅について関心を持ってもらうのが目的。日付は11と18で、いい家と読む語呂合わせからってことです。あと一つがね、語呂合わせっぽいんだけど、なんかちょっと違うんだよね。まず日本。日本だわ。うん。語呂合わせっぽくて違うって。すごい。うん。ですか。もどきですか、語呂合わせもどき。なんですかね。これさ、合体するわけ。合体。あ、なんか、漢字と漢字を合体みたいな。そう、そんな感じ。どういうこと、あれ。11と18を合体してっていう。はどう、なんですか。何ですかね。じゃあよ、ヒントね、はい、11と18を漢字にして、まず11 16 16、いざよいじゃない、なんだ、11と
11も漢字ですか？いや、11も18も全部漢字にして、で11は11で重ねて、18は18で重ねて。11ってこと？土木？正解。もう一個お願いします。土木の日。正解です。よかった。はい、日本、日本、工学会の前身である工学会が1879年に11月18日に制定されたことと、土木の土が、11日を漢字にして10と1を重ねるわけに、木が、18日を漢字にして10と8を重ねてにそれぞれ分解できることに由来、土木学会、日本土木工業協会などが建設省かっこ現国土交通省の支援で1987年に制定ってことです。ほう、はい、全くあれだな、語呂合わせじゃない、うん、そう、語呂合わせっぽくて語呂合わせじゃないんだよはい、ってことで今日11月18日は、いい家の日と土木の日でした。はい、ふうま、すごいね、2連ちゃん。いや、負けてしまいましたいざよいって聞いた時はびっくりしたすみません、夜が入ってるよ、あれパッと分かったのが、確かに一瞬出るけど6ははい、確かに16やって出たけどねはい、なんすか、まあ、次のコーナー進めて大丈夫？次のコーナー、はい、はい、いくよ。次のコーナー、はい、フリートーク、イエーイ、このフリートークはですね、皆さん先週の木曜日に、石川高校で、あ、石川高校高校でじゃなくてじゃないね、放送部大会があったんですよね、ね、放送部全体での大会があったんですよ大会があったんだよね、うん、全学校あるよ、ね、でちなみに、先週、火水木の3日間は2年生はインターシップっていうところで、というところでじゃない、インターシップ行事、そう、行事っていうの、なんていうの、職場体験って言った方がいいのかな、職場体験かな、あれは、ね、職場体験に行ったんですよね、はい、ということで先週すいませんができませんでしたね。あー、取った、すいません、水曜日かぶってたな、かぶってたのよ、はい、でちなみに、はい、まあ、まずインターシップから、ふまくん、どこに行きました？私は保育園に行きました。珍しい。言い方変えるよ。俺と水木は夢咲保育園って場所に行きました。ほー。あれ、これ名前出し？気にしない。まあまあまあ。保育園楽しかったよ。楽しかったです。うん、子供たちいっぱいいたよ。可愛かった？うん、面白かった。あー、いいね。ちょっと負傷者が何人か出たよ。えいやー、なんかね、いろいろと面白い出来事が目の前で起こりすぎた。あはー。聞いた話ですと、水木先輩が子供になんか生まれたっていうんですかね。生まれた。生まれてない。すいません。水は子供から生まれてない。水木は、なんだろう、なんか人気すぎてなのか、なんなのか、なんていうの、子供が集まったんだよね。いろいろとあったね。ね、あ、あったみたいですね。俺いろいろと影武者とかなんかいろいろといたから、被害はゼロで済んだ。でも意外だったな、ふまが。俺結構楽しめたよ。楽しんで被害ゼロで終わらせたからなかなかいいことで。面倒見がいいってことですかね。そうだね。面倒見いいやつ、俺よりよ。俺よりいいのいるんだけどさ、絡まれてたな、そのこいつ子供に。あ、まあ、面倒見がいい人って何、結構子供の人集まってきちゃうんですよね。ね。何気に。みんな埋もれてた。はいはい。じゃあ小は？小？小は小学校行ってきた。おお。どうでした、小学校は。小学校、初の小学校行ったわけさね。初ではないだろう、インターンシップでは初だろうけど。インターンシップで初だわけ。なんか、あ、職場体験だ、うん、職場体験として行くのが初で、うん、行ってみたらもうなんか最初不安だったわけ。みんな接しできるか、接しっていうか接していられるか、なんかなんていうの、緊張しないでみんなと仲良くできるかなと思ったら、その生徒たちはもう自分にどんどん質問投げかけてくるから、もうこっちもさ、緊張と不安なんか吹っ飛んでからさ、もう絶景も忙しいか、なんかフレンドリーっていう、なんて友達感覚みたいな感じで喋ってた。ほう、楽しかった。結構小学校ももはやあれだね、緊張する間もなく忙しかった。うん、確かにそうだね。まあ、お二人ともあれですよね、結構学校らへんのとこ行ってますよね。うん、うん、
で、ちなみにさ、愛ちゃん来年あるとして、はい、どこ行ってみたいとかある？そうですね、まあで、まあ、もちろん保育園とかはちょっと興味あるんですが、うん、できればちょっとなんか接客ができるようなところに。いろんな場所あるね。ああ、例えば、ね、お土産、あ、お土産、ああ、おん、うちの知り合いとかはあの本屋とか行ってる人もいたし、あ、人ね、いたね。あとコンビニとかの人も何人かいると思う。あ、いたいた。あとホテルもいなかった？ホテルあったか、多分あったかな。そうです、なんかそういうのもあったような気もするけど。いろいろとあるよ。うん、でも俺最初に行こうとした場所がさ、うん、同じ名前の場所でさ、うん、めっちゃ遠い場所にあったわけ、うん、俺が行きたかった場所とは別の場所だったからやめた。あ読谷にあるって怖かったわなるほど、はい。まあでも自分の知り合いもさ、あのこれ珍しい、なんかおな、あれだけど、なんていうの、なんかガラス作る、琉球ガラスを作る、なんていうの、紫村なんかあのなんていうのか、トンボの、トンボの姫みたいな、なんかなんかが、なんか琉球のブヨじゃないな、なんか沖縄のガラスコップ作るところを体験しに来たよ。へ、うん、あれもそれなんか楽しそうだな。ねえ、あるんですね。あるある、なんかよく見てみたら珍しいのがあるから見てみたらいいよ、来年、ね、楽しみにしといて、うん、楽しみはい、はい、まあ、皆さん、はい、フリートークはこれまでにして、はい、次のコーナーいきますよ、はい、次のコーナー、ミュージックインフォメーション、イエーイ。で、今週の曲はこちらです、どうぞ。
今週の曲は、西澤シエナさんのブランニューワールドでした。イエーイ。噛んだな、いろいろと噛んだね。ちょっとね、読みづらかった。読みづらかった。皆さん、はい、私が帰ってきましたよ。はい、指田瑞希が帰ってきたよ。うん、いやはいはい、皆さんさ最初はや奥の方でや、ね、グターしてたのにな。グターしてたけどなんかもうね、ね、いやまだ風邪治ってないよ、うん、けど君たち見てたらね、うん、やる気出た。すげえ、俺もやる気が出てね。ありがとうや。ここに入りたくなったんだよ。ありがとうや。あのっていうことで、じゃあまあ途中参加からということで自己紹介お願いいたします。はい。はい、かましたね。またボケろ。またボケろ。お前病人にボケろっていうのはちょっと。オッケーオッケーオッケー。普通にやってよ。オッケー。普通にやってよ。普通にやってよ。普通に。わかった。オッケーオッケー。普通にやってよ。てよはい、どうぞ。うん、じゃあはい、指田瑞希です。はい。ごめんね、ちょっと私が渡したっていうけん。おいおい。はい。はい、まあということで、まあ水木を入れて4人から4人で後半やりたいと思います。はい。後半戦。はい。ということで次のコーナー、フリートーク。イエーイ。なんか水が少し狙ってくる。ちょっとね。お前がね、あの変な振りばっかしてくるから。はい、まあ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 。皆さん、まあ先ほどのフリートークで、はい、まあ、はい、言えなかったことがあるんで、うん、まあそのまま続きとして5番な第2弾のフリートークに持ち越しっていうことでいきたいと思います。はい、はい、とりあえず一言、大会お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、これ忘れるってアウトだろ。ね、でまあまあまあ、まあ、今回出たのはショーとアイちゃん、はい、アイリーだけなんですけど、風磨と水木は、ドアマンとして裏方、まあ、裏方として、あの参加しましたね。腕章もつけてさ、本当にスタッフっぽかったぜ、はい、俺たち。いやまあそんなもんだよ。もういろんな人に何か聞かれたよ、はい、俺逆に内側だから何もしなかったという。それダメだよ。まあ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 、ということで、まあ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 、まあ、はい、ということで、感想を聞きたいと思います。はい、水木さんお願いいたします。あ、いきなりですか。はいはいはい。だからあの俺ドラマしてたわけじゃん、はい、ドラマしてたところがラジオドラマ部門の、うんうん、ラジオドラマ部門 の、 あの会長だったわけよ、うん、ラジオドラマ聞きながらやっぱ他の子すごいなみたいな、まず完成させること自体がすごいわけだから、うん、そこで聞きながら俺たちもこういうの作れたらいいなと思いました。作れたらいいな、いや作りたいで、作る、なんて言うんだっけ、作る作る、俺たちもこういうの作るという思いましたね。はい、さすが水木くんです。いや、それほどでも。はい、次愛ちゃんお願いいたします。はい、まあ、出場したのがアナウンス部門なんですよね、はいはい、結構初めて出場して、もう本当に一応緊張したんですよ、うん、練習中の時はできるだけリラックスして挑んだんですが、うん、いざ舞台に上がると、うん、本当になんて言うんでしょう、うん、あ、うわーってな、まあ、とりあえず緊張が本当すごかったんですね。うん、わかるよ。なんかもう舞台も舞台で、なんかもう本当に舞台ですよっていうね、スポットライトバンバン当てるんですよ。うん、確かに当たったね。マジか。いやー、怖いやー。舞台だっていうような感覚がもうすごくきて、まあ一応噛んじゃったり、まあちょっと文章をまあ飛ばしちゃったりして、まあ結果としてはまあいいとはまあ言えないんですがね。これはまあバネにして次の大会に行けたらなって思っています。そうだな、はい、アイちゃん頑張ってください。はい、頑張ります、はい、めっちゃ立派なセリフだった。はい、次風磨くん。俺か。うん、はい、風磨。まあ俺も水木と同じで、うん、あのラジオドラマ部門の、うん、あのドラマンやってたわけ、うん、水木が内側やってたら、うん、あの俺外側でやっていて、うん、外側あの一応壁で塞がれてるから、うん、ラジオとか少ししか聞こえないけど、うん、それでも少しずつ聞いて、一応いい話とかもちゃんと分かっ、あ、いっぱいあって、うん、それ聞きながら、うん、ちゃんとあの係の仕事として、うん、あの途中から来るあの学生の人とか、うん、関係者の人、うん、っていう関係者っていうか一応その作品っていうか、なんていうのかな、作った人っていうか、なんか大人の人とか顧問でもないと思うけど、うん、そういう人たちに今どこまでやってますかとか、うん、あのそういうのとかよく質問されて、うん、それをちゃんと答えていた。おー、外側ね、一
一番喋る人だからね。ね。お疲れ様です。はい。最後章だね。はい、ジューも2年生で出たんで、初めてアナウンス部門、今までは朗読部門っていうところで出たんですけど、初めてアナウンス部門出たのよ。愛、うん、ちゃんと一緒に。でアナウンス部門出たんですけど、今回は会場自体が、まあ、違うっていうことで、まあ、やり方も違うなと思ったら、もう舞台の上で思いっきり椅子と机にポンみたいな、うん、あの孤独感があるような感じで、しかもスポットライト当ててスポットライト、舞台のスポットライト以外は全部真っ暗なのよ。でなんか前見るとなんか人がいて緊張するかなと思って、何気に自分で楽しんでやってたっていう。あ、楽しめた。楽しめたんだけど、でもやっぱ自分でなんかダメなところはダメなところがあって、うん、まあこれも直していて、また来年で出場したいなってこともあるけど、まあそれ以外のラジオ番組とか、テレビ番組とかを頑張ってやりたいと思います。はい、立派なセリフ、ってことです。であれですけど、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、でみあの放送部はこれから次の大会に頑張って向けるということで、頑張って向ける、はい、うん、頑張っていきます。はい、はい、ということでということじゃないですけど、今週皆さん何があるか分かりますか？はい、金曜日、明後日半分地獄だよ。うわ、そうそう、今あの差し田君と愛ちゃんがうわみたいな嫌なそうな声したんで、2人で言ってもらいましょう。どうぞ。はい、今日じゃあ、せーの、マラソン大会がありますね。はい、はい、合いそうで合わなさそうな感じです、はいはい、マラ大会さんみたいになってた。まあね、あの今週の金曜日、石川高校は1校時から6校時全部使ってマラソン体育があります。全部体育だから、そう、全部体育ね。1回休んだ体育の単位が6も減る。そうギャーで、そのマラソン大会で男子は何キロ？男子8キロ8キロだよ。女子は4キロだっけ？半分か。5キロだよな。5キロ、あ、5キロだ。5キロやって、坂の上くらいだろ。ね、でやって、で、男子は何分までだったっけ？時間制限があったよね、確か。1時間か1時間半くらい。まあ、普通に走れば余裕だけど。普通に走ったらなんだよ。うん。で、ね、女子は40分以内にゴールしないと、もう一回走らされるってことなんだよね。なんか大丈夫？時間制限があって、まあ、それ越したらもう一回走ることになるんですけど、まあ、皆さん大丈夫ですか？体調は、管理は。あの、だから俺風邪ひいてるって。まあ、愛ちゃんは大丈夫？だから前半いなかったんだよ。まあ、そうですね。まあ体調管理に関してはまあまあよしとして、まあ問題は走ることが問題ですね、やっぱ。頑張ろう。今のところね、まあ、初めてで、まあ経験するかもしれないけど、初めて一年する時もうわーだからったかなだったから。あれ疲れた。もうかき氷が最後の救いでした。何杯食ったお前？めっちゃ食ってたよな。何杯食ってたかな。でなんか石川高校ではマラソン大会終わった人はかき氷を食えるっていうのがあって、今回あんのかな？おかわり無制限です。あれでしょ、先輩から聞いたよ、あるかもって。あるかもって。いやないと不満言いますよもう。一年生から批判来るぞ。この世っていう。一応まあ今年もあることを願って。はい。はい、皆さん、まあ、今週の金曜日、まあ、金曜日までに体調管理を整えて、うん、まあ、時間制限以内に、まあ、ゴールして頑張りたいと思います。はい、はい、頑張ってください。そうだな、明後日までにこの風を直さないとな。もうコンディションについてはいいんだけど、その日の気分で走る走らないの差がひどい。お前、うわうわうわ。あの体育でももうあれマラソン始まってるけど、うん、練習として半分以下なんだよね、距離が。あ、半分、そうそう、半分にもいかん。そう、半分にもいかないんだよね。そうそう、あの距離がおかしすぎる。ね、それくらいなら全然 OK なんだけど、あれ以上だからな。そう、なんかあれなんか半分もだったら練習としてどうにかなるかもしれないけど、半分いかなきゃどうにもならないんだよね。あ、もう個人的なワンポイントアドバイスだったらよ、あれよ、友達と一緒に行くっていうやわな考えはやめといた方がいい。あ、そうですね。そうだな、あれも自分のペース掴んだら勝ちだよ。まあまあ、でもあとなんか今回はクラス対抗みたいな感じで言ってなかった？あ、相手の話は初めて聞いた。え、順位で決めるみたいな。そうそうそう、怖。でなんかポイントつけていって、でクラスでなんか勝ち抜き戦っていう、なんだろう、なんか全員で順位、全員の順位を見て、その平均でどれが一番高いかみたいな。すごいな、やるんだよ、はい、すごいな。はい、ということです。はい、まあ、皆さん今週の金曜日頑張りましょう。頑張りましょう、はい、頑張るか。はい、まあ、はい、ということで、はい、話すことなくなってるよ。ちょっとシーンなんですけど、皆さん、はい、
時間が迫ってきました。はい、はい、我が時間となっております。一瞬だったの俺、はい、後半の数分、はい、ではまた来週聞いてください。石川高校放送部でした。バイバーイ。バイバーイ。